こんにちは。今回は第3次取りまとめに関する補足的説明の一端として人権教育における指導方法についてご一緒に考えてみたいと思います。はじめに国連文書をもとに人権教育の目的や目標について再確認し、その上で内容の構成、指導原理、実践的手法などについてお話しいたします。人権教育のための国連10年関連の文書では、人権教育の定義と目的について次のように書かれています。人権教育とは、知識の共有、技能の伝達、及び態度の形成を通じ、人権という普遍的文化を構築するために行う教育、研修、及び情報を指す。この定義から、世界中のあらゆる社会の中に、人権という普遍的文化を構築することが人権教育の目的であると確認することができます。以上のような定義や目的を踏まえ、人権教育の具体的な目標については次のように記述されています。第1は知識及び技能の習得です。人権教育は人権や人権保護の仕組みなどについて学び、日常生活でそれを用いる技能を身につける、それを目標とするということです。この人権や人権保護の仕組みに関する学習に関わる事柄を第3次取りまとめでは人権教育における知識的側面と呼んでいます。そしてそのようにして習得した知識を日常生活の中で用いるために必要な技能に関わる事柄、これを第3次取りまとめでは人権教育における技能的側面と呼んでいます。次に価値、態度及び行動の育成強化です。この価値を発展させ、人権擁護の姿勢や行動、振る舞いを強化することに関わる事柄を第3次取りまとめでは人権教育における価値的、態度的側面と呼んでいます。以上の3つの側面を総合的に育成することにより、学習者が人権を保護し、促進する行動をとる、そういうことができるように指導することが、人権教育の究極的な目標であると言えるわけです。次に3側面の具体的な内容を概観しておきましょう。まず知識的側面ですが、例えば自由、責任、正義、平等といった重要な概念に関する知識、人権の発展及び侵害の歴史や現状などに関する知識、憲法、世界人権宣言、さまざまな人権関連の条約のような重要な人権関連の文書に関する知識等々の多面的な知識が含まれています。技能的側面には、例えば互いの違いを認め受容する技能、他者の痛みや感情を共感的に受容するための想像力や感受性、能動的な傾聴やコミュニケーションの技能等々が含まれています。そして価値的、態度的側面には、人間の尊厳や自他の価値を感知する感覚、自他についての肯定的な態度、多様性に対して開かれた心や肯定的な評価といったようなさまざまな価値が含まれています。続いてこれらの諸側面にわたる内容をどのように構成し指導すればよいのかという課題について触れておきたいと思います。基本的にはこれら3側面の具体的内容を人権教育に関する全体計画や年間指導計画の中に発達段階や各教科との関連を考慮しながら組み込み、適切な指導方法によって指導するということになります。その際に大切なことは、いずれの内容を取り上げる場合にもそれをある一つの側面の事項として孤立させた扱い方をするのでなく、常に他の二側面と関連させながら総合的な視点から指導することです。例えば社会科の授業で
飢餓や貧困、男女間の平等等の問題などについて学習する場合に、単なる歴史的社会的問題に関する客観的知識の学習として扱うのではなくて、当事者の立場や感情を想像したり、その現象が持つ倫理的問題を考えたり、どうすればその問題は解決できるのかという技能的側面にも触れるような、そんな総合的な学習指導の視点が大切になります。このような指導によれば、知識や理解の学習だけにとどまらず、価値的態度的側面や技能的側面も含み込む学習に広げ、生きて働く知識や理解の学習を可能にするのではないでしょうか。次に、人権教育における指導方法の原理について再確認しておきましょう。第3次取りまとめでも言及されていますが、自他の人権を実現するために必要な知識、価値態度および諸技能は、言葉を媒介とする教授法だけで育成することは無理です。学習者である児童生徒自身が主体的に学習活動に参加し、協力し、経験し、学習者自身が自分の頭で考え、自分の心で感じ、自分の体を用いて行動する、それができるようになるための支援、指導を行うことが必要です。言い換えれば、人権教育では児童生徒が主体となる参加的な学習、協力的な学習、経験的な学習を総合的に支援することが不可欠なのです。次に、そうした指導法の形態と機能について考えておきましょう。参加的な学習は、各自が能動的に参与し、必要な役割を主体的に引き受け果たすことで成り立ちます。参加するとは、学習の場にいることだけではなく、共同学習における大切な役割を能動的に引き受けて果たすことを意味します。英語で参加するっていうことを Take part in 何々と言いますね。で、まさに大切な役割を主体的に引き受けるという意味です。参加することは責任を果たすことでもありますので、仲間から認められ、自信や自己肯定感を高めることにもつながります。次に、協力的な学習ですが、共通の目標を目指して仲間と協力しながら共同で進められます。この学習形態そのものが、児童生徒の信頼関係や協力することの楽しさ、あるいは意義を体験させ、民主的で建設的な学習集団づくりの面でも威力を発揮します。体験的な学習は、各自が頭も心も体も総動員させて取り組み、そこでの体験で感じたこと、考えたこと、発見したことなどを出発点として学習を進めます。体験する、その中身を話し合う、そしてそれをさらに深めて内省する、その内容を現実生活に照らして改めて思考する、その結果、自己の行動や態度にそれを適応するという、そのプロセスを経て、体験したことを内面化し、現実生活との関連を認識し、その成果を踏まえて自己変容に生かすという学習サイクルを念頭に置いて指導することが不可欠であります。以上で紹介した参加的な学習、協力的な学習、体験的な学習の原理に基づき、学習者がごく自然にかつ能動的に取り組めるように準備された学習ユニットが、一般にアクティビティと呼ばれているものです。アクティビティは、人権学習に限らず、国際理解教育や開発教育などさまざまな分野でも広く活用され、大きな成果を上げているものです。最後に、第3次取りまとめにも掲載されているアクティビティの修正したものを使った実践方法事例をご紹介したいと思います。タイトルは、欲しいもの、必要なもの、人権です。
まず最初に学級の全員に大体 B6 ぐらいの大きさの白紙を1枚ずつ配ります。そして今の自分が欲しいなと思うもの、こと、状況を10個から20個書いてくださいと指示します。その時におしゃべりをしないように注意しておきます。個数の高は問題ではないことを告げて、5、6分ほどしたら作業をやめさせ、次の課題に移ります。次の課題は今の自分にとっての必要性とか重要性が高いものを4個だけ残して、その他を二重線を引いて消してくださいと指示します。ここでも黙ったまま個人作業として取り組むように指導します。次に小グループに分かれさせます。そこで各自が残した4個のものを順に発表し合うように指示します。その際に注意事項として、グループの中で一時に発言できるのは一人だけね、他の人は発言者の方に体も耳も向けて傾聴すること、発言者の話す内容を笑ったりけなしたり騒いだりしないでうなずきながらしっかり聞くことなどを約束事としてきちんと守るように確認しておきます。どのグループも一巡したのを確認して次に進みます。次は各班で書記を決めてもらいます。そして誰であれ人が人間らしい生活をする上で必要不可欠であると思われるもの、こと、状況にはどんなものがあるだろうかを話し合い、そして全員が合意できた項目だけを書記に記録して一覧表にするように指示します。まあ、小さい紙に書くか、あるいは半紙の模造紙を使うこともいいかと思います。そして最後に各グループが作成した一覧表を黒板に班ごとのスペースを作っておいて書き込ませるか、あるいは模造紙を並べて貼るかさせ、そして順番に簡潔にその内容を発表してもらいます。全員が各グループの発表をしっかり聞くように注意をさせます。各グループの発表が終わったら次のような問いかけをして自由に意見や感想を発表してもらいます。例えば欲しいもの、こと、状況を書くのは簡単でしたか。各グループで必要性や重要性が高いものを発表し合ったとき、どんなことを感じたり考えたり発見しましたか。必要なもの、こと、状況は誰にとっても同じでしょうか。誰かが他の人たちのものとは違う必要なもの、こと、状況を持つ可能性はあるでしょうか。欲しいものや必要なものが人によって異なるのはなぜだと思いますか。欲しいものはそのまま人権だと言えるでしょうか。日本の社会の中で必要不可欠なもの、こと、状況が欠けていて困っている人たちがいるでしょうか。世界ではどうでしょう。もしそういう人たちが現実にいるとしたら、私たちは何をすべきでしょうか。等々の問いを発し、そして考えてもらいます。実はこの部分が一番大切なのです。いわゆる振り返りの部分になりますね。で、この部分を振り返りシートに各自に書き込ませ、提出させて終わるという形の授業をしばしば目にします。しかし、各自に感想を書かせて提出させて終わるというのでは、アクティビティを使う意義が半減してしまいかねません。共同学習を協力しながら進め、その過程で生じたこと、経験したこと、感じたこと、考えたこと等々を学習集団全体の中で発表し合い、それをもとに議論し合い、考察し合い、学習し合うことでこそアクティビティの進化を発見することができます。全体会での振り返りが
いわばアクティビティの最重要部分であります。このことをどうぞ忘れないでください。なお関連してお話申し上げておきますけれども、どんなアクティビティをやる場合にもパワーポイントとか電子黒板等々の便利な視聴覚機器類を使用することで、かえって児童生徒自身が自分の感性や想像力を働かせる機会を奪ってしまうということがないように、どうぞ十分注意してください。自分の想像力、自分の考える力を使うことで子どもたちはそれを伸ばすことができるわけです。振り返りの最後に、グループ活動で行った誰であれ人が人間らしい生活をする上で必要不可欠であると思われるもの、こと、状況の話し合いは、実は人権の本質は何なのか、特徴は何なのかを自前で探求することであったということを説明してあげます。小学校高学年以上であれば、自分たちで作った一覧表と世界人権宣言と比べてみるのも良いでしょう。このアクティビティにおいても、学習者は自分の頭で考え、自分の心で感じ、自分の体を用いて行動するといった主体的で実践的な学習を経験しているわけです。このようなアクティビティを活用することは、人権教育を実りあるものにし推進する上で極めて有効であるという認識が今日国際的にも広く共有されています。このようなアクティビティの事例は出版物にも数多く紹介されておりますので、活用されることをお勧めしたいと思います。以上で終わります。